先生、お帰りなさいませ。この和歌も、一日先週の思いでお待ちしておりました。お帰りなさいませ、先生。準備は万全です。さあ、なんなりとお申し付けください。<笑><笑> 私に何でもお申し付けくださいね。え、文字通り、何でも、です。夏といえば、誰もが開放的になり、心が浮き足立つ季節。となれば、どんなことが起きても、おかしくありませんよね。<laughs> あなた様もっとおそばに寄ってもよろしいでしょうかえいくらでもえええー、あ、えっと、ではそ、その、は、は、はい。し、し、失礼いたします。せっかくですし、 先生と一緒にお散歩がしたかったのですが、この暑さでは日が暮れるまで待った方が良さそうですね。夏は日が長くて困ってしまいます。いつになったらあなた様と一緒にお散歩に行けるのでしょうか。せっかくの夏。そうとなれば、 私、決意ができました。この和歌も、あなた様になら、どこまで見られたとしても。